さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては美女と野獣よりベルですね。はい、なんかねベルちゃんねさりげなく LL サイズまで来てるんですよね。最後がねどうしてもねその最大のスキルにしようと思うとものすごいスキルチケットの数がいるんで、いやー引き当てるのは大変だよね。まあ、通常のねそのプレミアムツームを取得したやつでできればいいんだけど、だからLLサイズのねサイズがなんとねドゥルルルルンドゥーン、あれ、いやそんなわけがない、24個なわけがない、もっともっと潰せる、君にはポテンシャルはもっともっと素晴らしいものがある、だって君はベルだもの。じゃあ行きましょうか。あーでも今回なビッグツームがあるからあれだね、まだまあまあ29個ね、なかなかの消去数だと思うんですよね LL サイズってね。うん、でねやっぱねベルはねその元々のねアニメーションの方のベルもものすごく美人さんなんですが、やっぱり実写版のエマ・ワトソンは美しすぎるっていうやつですよね。いや今流行りのなんかねなんとかすぎるってやつですね。もうなんとかすぎる、もう美しすぎるっていう言葉をもう正しい日本語として使っていいのであれば、もうまさにそれはエマ・ワトソンを使うべきっていうところだよね。いや本当に最初ねハリーポッターで出てきた時ね、第一作なんか見た時にはこうなんか喋り方とか見ててクソ生意気な女の子とかって思ってたんですけど、もう成長するにつれて一番化けたって感じですよね。ちなみにダニエル・ラドクリフは死体になってね死にながらでもおならが出せるっていうキャラを演じてたんですけどね、なんだったっけな、なんとかスイマーだったかね。死体なんだけど島を脱出するためにこうボート代わりになったりとか、なんかおならで前進するとかっていうね、なんかものすごいキャラだったりしますよね。いやー、なんかカメレオン俳優的な感じになっちゃいましたよね。なんか またなんか別の映画か何かに出るんでしたっけね。で、ロン・ウィーズリーに関しては、あれはもうなんかね、やっちゃってたんでしたっけ？やっちゃってたのかな？いやー、三者三様っていう感じですね。はい。まあさすがに LL サイズでベルって言ったらもう300万点近くやっぱ行きましたね。はい。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。